今回は羽生結弦と末延真由子の離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まずは、二人の結婚からわずか105日で離婚に至った理由について考えてみようぜ。確かに、短期間での離婚は驚きよね。何か、特別な理由があったのかしら？様々な憶測が飛び交っているんだが、一番有力な説は、二人の価値観の違いによるものだぜ。価値観の違い？具体的にどんなことなの？羽生結弦派、スケートに人生を捧げるほど、スケートに情熱を燃やしている男なんだ。そうよね。世界的なフィギュアスケーターだものね。一方、末延真由子は、元アイドルで現在は女優として活動しているんだが、結婚後、彼女は家庭生活を重視するようになったらしいんだ。なるほど。二人が求めるものが違っていたのかもしれないわね。それに、羽生結弦派、スケートに対する情熱が凄まじくて、練習に明け暮れる日々だったらしい。そんなに、練習に時間を取られると、家庭生活はおろそかになってしまうわよね。それに、羽生結弦派、常に完璧主義で、自分自身にも厳しい。完璧主義？それは大変そうね。彼は、スケート以外に、何も考えられないほど、スケートに没頭していたんだ。だから、結婚生活を維持するのが難しかったのかもしれないわね。加えて、羽生結弦派、周囲からの期待に応えようとするプレッシャーも大きかったらしいんだ。世界的なスケーターとして、プレッシャーは半端ないわよね。そんな中で、結婚生活を維持することは、彼にとって簡単なことではなかっただろうな。結婚生活の維持は、二人で努力しなければならないものね。結局、二人は、お互いの価値観の違いや、生活習慣の違いを克服することができずに、離婚に至ったんだ。悲しい話ね。しかし、離婚という選択は、二人にとって、それぞれにとって最善の選択だったのかもしれない。そうよね。今は、それぞれの人生を歩むことを選択したのでしょう。離婚の原因は、様々な憶測が飛び交っているが、真相は二人しか知らないんだ。確かに。真相は本人たちにしかわからないわよね。しかし、二人にはそれぞれ、新たな人生が始まっている。そうね。これからも、それぞれの道を進んでほしいわね。今回の離婚は、結婚生活の難しさ、そして、人生の選択の難しさを改めて考えさせられる出来事だ。確かに、結婚は二人だけの問題ではないわね。これからも、二人を応援していきたいものだ。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は羽生結弦さんの離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、羽生結弦さんが離婚したって話題になってるよな。そうね。結婚から、わずか105日での離婚って、驚きよね。元妻の末延真由子さんは、元フィギュアスケート選手の村主明恵さんと仲良かったらしいんだぜ。そうなのね。村主明恵さんが、メディアで羽生結弦さんの離婚について語ってたんだぜ。具体的に、どんなことを言ってたのかしら？村主明恵さんは、羽生結弦さんと末延真由子さんの結婚は、最初からうまくいくとは思えなかったって話してたぜ。そうなのね。何か理由があるのかしら？村主明恵さんは、羽生結弦さんが結婚にあまり乗り気じゃなかったって話してたんだぜ。それは、どういうことかしら？羽生結弦さんは、スケートに集中したい気持ちと、結婚して家庭を持ちたい気持ちの間で葛藤があったみたいなんだぜ。なるほどね。結局、羽生結弦さんはスケートを選んだんだぜ。そうなのね。でも、結婚したのにすぐに離婚って、悲しいわね。村主明恵さんは、羽生結弦さんと末延真由子さんの離婚は、お互いのためだったんじゃないかって話してたぜ。それは、どういう意味かしら？村主明恵さんは、羽生結弦さんはスケートに集中するために、末延真由子さんは新しい人生を始めるために、離婚を選んだんじゃないかって話してたんだぜ。なるほどね。村主明恵さんは、羽生結弦さんのことをよく理解しているから、離婚は仕方ないことだったんじゃないかって話してたぜ。そうなのね。村主明恵さんは、羽生結弦さんのことをとても心配しているみたいだぜ。そうね。羽生結弦さんは、これからもスケートに集中して頑張ってほしいわね。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。
今回は高橋大輔が暴露した羽生結弦の離婚の真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、羽生結弦は2024年に末延真由子さんと結婚したんだが、結婚からわずか105日で離婚しちゃったんだぜ。え、そんなに早く？何かあったのかしら？高橋大輔は、この離婚の真相について、ある番組で語っていたんだぜ。そうなのね。具体的に、なんて言っていたのかしら？高橋大輔は、羽生結弦と末延真由子さんの関係は、最初からうまくいっていなかったんじゃないかと指摘していたんだぜ。どういうこと？高橋大輔は、羽生結弦は結婚前に、すでに末延真由子さんと別れたいと考えていたんじゃないかと話していたんだぜ。それは、なぜそう思うの？高橋大輔は、羽生結弦が結婚後も、以前から付き合っていた別の女性と連絡を取り合っていたと証言していたんだぜ。え？結婚しているのに？高橋大輔は、羽生結弦は、結婚はあくまで世間体を気にしてのことだったのではないかと推測していたんだぜ。それは、悲しい話ね。高橋大輔は、羽生結弦は結婚生活に疲れてしまい、結局、離婚を決意したのではないかと考えているみたいだぜ。そうだったのね。高橋大輔は、羽生結弦は離婚後も、以前から付き合っていた別の女性と交際を続けていると語っていたんだぜ。そうなの？高橋大輔は、羽生結弦は、今回の離婚は、彼にとって大きな教訓になったのではないかと話していたんだぜ。教訓？高橋大輔は、羽生結弦は、結婚は慎重に考えなければいけないことを痛感したのではないかと考えているみたいだぜ。確かにね。高橋大輔は、羽生結弦は、今回の離婚を乗り越え、これからの人生を前向きに進んでいけることを願っていると語っていたんだぜ。そうね、これからの人生が、幸せでありますように。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦さんの離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。浅田真央が分析したって話があるんだが、羽生結弦さんと元妻の末延真由子さん、結婚からわずか105日で離婚したんだってな。え、そんな短期間で？何かあったのかしら？いろいろ言われてるんだが、一番有力なのは、結婚生活への価値観の違いだな。価値観の違いって、具体的に、どんなところが違うのかしら？例えば、羽生結弦さんは現役時代から、スケートに全てを捧げてきたわけだろ？練習に明け暮れて、プライベートな時間はほとんどなかったんだ。そうね。アスリートって本当に大変よね。だから、結婚生活においても、スケートを第一に考えていたんじゃないかな？なるほど。結婚相手も、それを理解してくれていればよかったのにね。ところが、末延真由子さんは、羽生結弦さんのようなストイックな生き方に共感できなかったみたいなんだ。そうだったのね。夫婦って価値観が合うことが大切よね。それに、末延真由子さんは、羽生結弦さんの人気や収入にプレッシャーを感じていたって話もあるんだ。羽生結弦さんって人気者だからね。周囲の注目も半端ないわよね。有名人って、プライベートな空間を持つのが難しいんだよな。常に監視されているような感覚になるだろうし、束縛感も強くて、普通の生活を送るのが難しいだろうな。それは辛いわね。それに、羽生結弦さんは、引退後もスケートに関わっていきたいって気持ちがあっただろうし、末延真由子さんは、羽生結弦さんの活動に理解を示せなかったみたいなんだ。羽生結弦さんのスケートへの情熱は、本当にすごいものだと思うわ。だから、二人の間には、埋められない溝ができてしまったんだ。そうだったのね。本当に残念だわ。でも、この離婚は、羽生結弦さんの人生にとって、新たなショーの始まりなのかもしれないぜ。そうね。これから、羽生結弦さんが、どんな道を歩むのか、注目していきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦の離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。宮原知子って知ってるよな？フィギュアスケートの？そうだよな。あの宮原知子が、羽生結弦の離婚について暴露しちゃったんだぜ。え？どういうこと？宮原知子って、羽生結弦と結構仲良かったみたいなんだ。そうなのね。だから、羽生結弦の離婚の真相を知ってるんだと思うんだ。へ、そうなんだ。
宮原智子によると、羽生結弦は結婚からわずか105日で離婚したんだって。105日。短すぎるわね。しかも、羽生結弦の元妻、末延真由子って、もう37歳なんだぜ。え？ 37 歳。そうなんだ。結婚する時点で37歳ってことは、結構焦って結婚したんじゃないかな？そうかもしれないわね。結婚からわずか105日で離婚って、何か事情があったに違いないよな。そうよね。一体何が原因だったのかしら？宮原智子によると、末延真由子は、羽生結弦が結婚後もスケートに夢中だったことに不満を持っていたんだって。なるほど。スケートに夢中だったの？そうみたいだ。羽生結弦は、結婚後もスケートの練習に明け暮れていたみたいで、末延真由子と過ごす時間はほとんどなかったんだって。それは大変だったわね。しかも、羽生結弦は、結婚後も、スケートの試合で海外に頻繁に遠征していたみたいで、末延真由子は、一人寂しく日本で過ごすことが多かったらしい。寂しい思いをしたわね。そんな状況が続いた末に、末延真由子は、羽生結弦に愛想を尽かしてしまったんだって。そうだったのね。結局、羽生結弦は、自分のスケートへの情熱のために、結婚生活を犠牲にしたんだよな。悲しい話ね。宮原智子の暴露によって、羽生結弦の離婚の真相が明らかになったんだ。いろいろ複雑な事情があったのね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は田中刑事が示唆した羽生結弦さんの離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。田中刑事が示唆したってことは、何か裏があるって話だな。そうよね。一体、どんな真相が隠されてるのかしら。まず、羽生結弦さんの離婚の発表が、結婚からわずか105日後ってとこがポイントだな。確かに、短すぎるわよね。何かあったのかしら。そして、羽生結弦さんの元妻である末延真由子さんが、現在37歳ってとこも気になる。年齢的には、結婚してもおかしくないわよね。そうだな。でも、羽生結弦さんと末延真由子さんの年齢差は、10歳以上あるんだ。結構な年齢差よね。年齢差は、結婚生活における価値観の違いや生活習慣の違いにつながる可能性があるよな。確かに、年齢差が大きいと、考え方や価値観が違ってくるわよね。しかも、末延真由子さんは、羽生結弦さんと結婚する前に、別の男性と結婚していたんだ。そうなのね。離婚歴があるのね。離婚歴があるってことは、過去の結婚生活で何かしらの問題があった可能性もある。確かに、離婚は簡単じゃないわよね。羽生結弦さんと末延真由子さんの離婚理由については、まだ真相は明らかになっていない。そうよね。いろんな憶測が飛び交っているわよね。ネットでは、すでに様々な憶測が飛び交っている。どんな憶測があるのかしら？例えば、羽生結弦さんの多忙なスケート人生と、末延真由子さんの生活リズムのズレとか。確かに、羽生結弦さんは、世界で活躍するスケーターだから、多忙だよね。あと、羽生結弦さんの性格や価値観と、末延真由子さんの性格や価値観の相違とか。考え方の違いは、結婚生活では、大きな問題になりやすいわよね。さらに、羽生結弦さんと末延真由子さんの家族間のトラブルとか。家族間のトラブルって、具体的にどんなことかしら？例えば、羽生結弦さんの家族が、末延真由子さんのことを気に入ってなかったとか。それは、確かにあり得るわね。まあ、真相は当事者にしかわからないんだけど、離婚は、本人たちにとって大きな決断だったんだろうな。そうよね。でも、田中刑事が示唆したってことは、何か裏があるってことだぜ。何か裏があるのかしら？田中刑事は、警察関係者だから、一般の人間には知られていない情報を持っている可能性がある。もしかして、田中刑事は何かを知ってるのかしら？もしかしたら、田中刑事は、羽生結弦さんと末延真由子さんの離婚に関連する事件に関わっていたのかもな。事件。詳しいことはわからないけど、田中刑事は、何か知っていると思うんだ。田中刑事の示唆が、真実を明らかにする鍵なのかしら。田中刑事が何を示唆しているのか、今後の展開に注目だな。今後の展開が気になるわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。
今回は羽生結弦さんの離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、羽生結弦さんと末延真由子さんの結婚は2023年10月22日だったんだぜ。そうだったわね。そして、離婚が発表されたのは2024年2月4日。わずか105日での離婚だったのね。早すぎるよな。何か理由があったのかしら。いろいろ言われてるけど、一番有力なのは、性格の不一致ってとこだな。性格の不一致。そうだな。羽生結弦さんは、完璧主義者でストイックな性格で有名なんだぜ。確かに、練習に打ち込む姿は、すごく印象的だったわよね。一方、末延真由子さんは、明るく社交的な性格みたいだ。そうなのね。この二人の性格の違いが、結婚生活でのすれ違いを生み出してしまったんじゃないかって言われているんだ。なるほど。他にも、羽生結弦さんのスケートに対する情熱と、末延真由子さんの生活に対する価値観の違いも離婚の要因の一つとして考えられているんだぜ。スケートに対する情熱？羽生結弦さんは、スケートに人生をかけているようなもんだぜ。そうね。一方、末延真由子さんは、普通の生活を望んでいたのかもしれないな。それは考えられるわね。二人の間には、どうしても埋められない溝があったんだと思うよ。残念ね。でも、この離婚は、羽生結弦さんのスケート人生にとってプラスに働く可能性もあるんだぜ。どういうこと？離婚によって、羽生結弦さんは、スケートに集中できる環境が整ったんだ。なるほど。精神的な負担も減ったし、今まで以上にスケートに打ち込めるんじゃないかな。それは楽しみね。今後の羽生結弦さんの活躍に期待してるぜ。私も楽しみよ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦の離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、羽生結弦は2024年に末延真由子と結婚したんだぜ。そうよね。あの時、ニュースになったわよね。でも、結婚からわずか105日で離婚しちゃったんだぜ。え、そんなに早く？何かあったの？理由はいろいろ言われてるんだけど、一番有力なのが、三原舞康氏とのだぜ。三原舞よ。まさか、あのフィギュアスケート選手の？そうだよな。三原舞康氏は羽生結弦と親密な関係だったって噂されてるんだ。でも、羽生結弦は結婚してたのに。それがね、三原舞康氏は羽生結弦が結婚してることを知ってて、それでも関係を持ったんだって。信じられないわ。しかも、三原舞康氏は羽生結弦に子供をしたって噂もあるんだぜ。それは本当？真相はわからないけど、三原舞康氏は羽生結弦との子供をしてる可能性が高いって噂されてるんだ。じゃあ、離婚の原因は、三原舞よとの関係ってこと？そう言われてるけど、実際はわからないぜ。羽生結弦も三原舞康氏も何もコメントしてないし。何か裏があるのかもしれないわね。もしかしたら、別の理由があるのかもしれないぜ。例えば、性格の不一致とか、価値観の相違とか。いろいろ考えられるわね。でも、三原舞康氏との関係が離婚の理由の一つであることは間違いないだろうな。確かに、結婚して、すぐに離婚って、普通じゃないわよね。それに、三原舞康氏がしてるって話も、かなり信憑性があるんだぜ。真相はわからないけど、何か裏があるのかもしれないわね。真相は闇の中だな。でも、羽生結弦と三原舞依の関係は、本当に衝撃だったわ。確かに、衝撃的だったよな。でも、真相はわからないまま、二人の関係は終わったんだね。そうだな。真実が明らかになる日は来るのかしら？真相はわからないぜ。でも、もしかしたら、いずれ明らかになるかもしれないな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦さんの離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、羽生結弦さんと末延真由子さんの結婚は、2024年3月28日だったんだぜ。そうね。結婚からわずか105日で離婚って、本当にびっくりしたわ。そうだな。しかも、末延真由子さんは、羽生結弦さんと結婚するまで、一般人だったんだぜ。そうなのね。だから、結婚当初から、二人の関係は注目されていたわよね。そうだな。結婚当初は、メディアも二人を祝福していたし、ファンも二人の幸せを願っていた。
でも、わずか105日で離婚って、一体何が起きたのかしら？いろいろ言われてるけど、一番有力なのは、二人の性格の不一致だな。性格の不一致。羽生結弦さんは、アスリートとして、常にストイックで、完璧主義なんだぜ。確かに、羽生結弦さんは、努力家として有名よね。一方、末延真由子さんは、結婚当初は、羽生結弦さんの陰に隠れるような存在だったんだぜ。そうよね。羽生結弦さんの活躍が目立つ一方で、末延真由子さんの情報は、ほとんどなかったわ。二人の性格の不一致は、結婚生活の中で、徐々に大きくなっていったんだぜ。そうなのね。具体的に、どんなことがあったのかしら？例えば、羽生結弦さんは、常に練習に励んでいて、家にいる時間も少なかったんだぜ。確かに、羽生結弦さんは、競技に集中するタイプよね。それに、羽生結弦さんは、食事や睡眠にも気をつけていて、末延真由子さんも、それに合わせて生活しないといけなかったんだぜ。なるほど。羽生結弦さんの生活ペースに合わせるのは、大変だったかもしれないわね。それに、羽生結弦さんは、有名人だから、常にメディアに注目されているんだぜ。そうよね。プライバシーを守るのが大変だったかもしれないわ。一方、末延真由子さんは、一般人だったから、結婚後、急に注目されるようになって、精神的に不安定になったって話もあるんだぜ。そうなのね。有名人との結婚は、大変な面もあるわよね。それに、末延真由子さんは、羽生結弦さんの活躍にプレッシャーを感じていたって話もあるんだぜ。そうね。羽生結弦さんは、国民的な英雄だから、末延真由子さんも、それに応えなきゃって思ったのかもしれないわ。結局、二人の性格の不一致が、離婚の原因になったんだぜ。そうなのね。二人の結婚は、本当に短く終わってしまったわね。でも、二人の離婚は、決して悪いことじゃないんだぜ。そうなの？二人にとって、これが一番良い選択だったんだぜ。そうね。二人の未来が明るいことを願ってるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。